います。6時半です。太陽がそろそろ出てきそうで、朝焼けが見えてます。太陽が出てきました。そして飛行機雲。こちらはトイレです。はい、こちらのキャンプ場で、ね、こんなど田舎にあるのに、ね、ちゃんとバーベキューの施設が設置されてます。素晴らしい。10分間無料で使えます。ちゃんと割と綺麗だ。焼けるの時間が来たので、アルミホイルに出しよう。こんな感じです。キャンプ場をね、出発しました。ナビゲーションを見るとね、2時間なんですけど、携帯電話のところが、この車のね、ナビゲーションを見ると3時間半になってて、ね、どっちが正しいか分かりませんが、まあ、でも困るので両方ね、見ながら走ってます。はい、多分ね、ここは四輪駆動車だったら皆さん100キロで走ってると思うんですけど、僕はね、カンガルーとかぶつかったことがあるので、またぶつかると困るので60キロにね、抑えてます。だから3時間かもしれないんですけど、またなんかすごい石の、まあこれを帰らないと、通らないと帰れないので、まあ、安全運転で行きます。長距離ドライブ、お菓子食べながら走ってます。
がね時速100キロで走ってるんですけど、何にもない、ただの水平線というか、ただ広い草原です。サイドアート、また見つけました。サイドです。メルボルンシティが見えるでしょうか。もうとうとうメルボルンまで帰ってきてしまいました。2泊3日だったんですけど、走行距離は1253、1260ぐらいで、ガソリンね1回入れただけで帰ってきました。燃費ねリッター15ぐらいな感じです。6.6キロ、100キロ走るのに 6.6キロ、そんな感じでした。あ、これね警察のカメラがあるんです。今のところねスピード出さないように、現在リングロードを西に向いて走ってます。今日の朝まであのガタガタ道を走ってたのが嘘のような、こんなスムーズなね、高速で安定して走れる道路、普段ありがたさ感じないんですけど、今日は特にねありがたさを感じます。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。はい、次はどこに行くでしょうか。またね見てください。はい、ありがとうございました。